はい、どうも、妖怪ウォッチプニクに今回もやっていきます。来ましたね、追加6日目、6って。はい、今回はね、お知らせ来てますね。まあ、昨日からね、予告がありましたが、獣神竜闇追加ということで、後期の希望少女パンドラに合成できるね、獣神竜闇が追加されました。出現率がアップ中ということで、うん、この Z ランクのパンドラはデカプニを4つ作り周囲を消すか、霊戦者快楽症なのかな、スキルはデカプニを消すと自身の技ゲージが溜まる、追加スキルはデカプニを消すとそのデカプニが降ってくるか。なるほど、まあ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 って感じですかね。はい、そしたら Z0.8 でもアイテム 2.2 だからね、実質 SSS 以上がすごいよね。 6% 以上 SS も入れたら 11% なんだな。はい、1.6% ね、出現率アップガシャ回していきたいと思います。うん、まあ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 、アイコンはなしだよね、今回ね。はい、ということで、これが加わって、あとなんかおはじきキャンペーン始まりましたね。まあ、いつものやつで、この連休期間中ですね。はい。まあ、読みが2倍。これなんか、いつでも呼び出し3回にいつでもしてくれればいいのにな。はい、そしてね、今回のパンドラの特攻追加は、特大特攻になったかな。はい、特大ではないけどね、活躍度大でパンドラがね追加されましたね。うん、そして活躍度ショーがノアなんだよね。うん、というのもね、一応今回メインアカウントがね、アボロに勝った回数40回まで到達しました。うん、だけど一応ショー特攻で、私ね、このアカウントは、エクスカリバー持ってますので、うん、まあ、ちょっと交換しないでいこうかなと思います。エクスカリバー勇ましなんで、種族効果上げてダメージね、増やした方が得策かなというところで、はい、まあ、ショート攻でも1万ぐらいダメージいくのかな、フルパワーで。うん、まあ、いってもいいんだけど、まあ、ちょっとガシャね、回したいので、ガシャ回しましょう。本当はエクスカリバーのね、レベルもね、上げたいんだけどね。もう本当、ワイポイントでレベル上げ、やめてほしいんだよな。これね、今レベル50まで上げちゃったけど、2000ポイントがないので、ちょっとガシャ優先ですね。技レベルちょっとまだマックスじゃない、6ですね。はい、じゃあ行きましょう。なかなかいい確率でしたね、さっきも見ましたが。うん。まあ、別の獣神竜の紅の方が出てもいいよっていうね。はい、行きましょう。とにかくね、3アカウント無課金攻略、特攻をね、とにかく積み上げたいということで、今回も3アカウントね、10連ずつ30連行きましょう。まあ、でも今回ね、中身はどうあれ、金はね、一応出てくれる感じですね。うん、赤カットインがないですね、一応。ただ中身が大事。おお、弁財天。弁財天もね、後に合成するから、あんま技レベル上げてもなんかね、っていう感じがしますかね。はい、じゃあ行きましょう。うれ、あー、無理減衰。じゃあ真ん中。ポン。あー、止まんねえ。これ誰？ノストラダマス。0.3% ぐらいが来やがった。行くぜ。止まれた、止まんねえ、ジバニャンだ。なんでこいつら来るんだよ。特攻はじゃあもう、まあ一応今回はもう、まあ一応ただ一応このアカウントエクスカリバーいるので、はい、じゃあエクスカリバーで攻略って形にね、やっていきたいと思います。2000ポイントもね、なんとか貯めてバリバリにしてね。今ちょっと5なんだけどね、まあ最後に言おうかな。うん、それがやるしかないなっていう感じですかね。元気ドリンクは26個あるんでね、40個くらいにしたいなと
思ってます。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで現在の状況はアバロンに勝った回39回、うん、39回まで行ったからあれか、前回交換したのかな、いや違うな、元気ドリンクね、これで、あ、しまった、これじゃいかん、これでワイポイントがなくなってしまった、ガシャが引けねえぞバカだな、ちょっと待ってね、これでガシャ回しましょう。4民買った数5回で、はい、元気ドリンク21個ですね、11個ドロップのアカウントになってます。もう交換と、ログインスタンプ分は全部ねもらいましたね。じゃちょっと70稼ぎましょう。はい、なんとか4050稼ぎまして、さあ回していきましょう。アボラン買った数39回の5回ですね、元気ドリンクは11個ドロップですね、素晴らしい2桁。いやー、元気ドリンクだけは順調だけど、ガシャがね、本当に良くない。まあでもね、行ってみましょう。今回10ずつあるけど、うん、あ、10までね、あるけど、まあ今回がダメでもね、次のね、ガシャで当てれたらなと思います。まあ、とにかく3アカウントでね、積み上げましょう。このガシャは、23日までなんでね、3日間このゴールデンウィーク期間中ですね。なので今回ダメでもね、次の24日がまたなんか来るかもしれないんで、そこで頑張るのもありかなと。とにかくこれはね、ちょっともう賭けですね。小特攻ゲットするよりはちょっとチャレンジということで、まあ、あまりにも出なかったら小特攻だけで、でも1万ぐらいじゃ意味ないんだよな。で、他の特攻キャラが不思議だったらいいんだけどね。あ、超覚醒のアが出たら超いいかもしれないですね。ただサブアカなんでね、ちょっと秘伝書がねないんだよね。だから難しいとこ。止まって、お願い。あー、ミリアボール。今回元気ドリンクはいいんだけど、ガシャがしんどいですね。 あっという間に17ワイポイントになってしまいました。はい、じゃあ3番目いきましょう。ちょっとこれだったらノア交換した方が良かったかもしれません。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、これがね、3番目のアカウントで、現在はね、アバロに買った回数39回まで来ました。39回まで来たんで交換しちゃいましょう。ラスト交換、これで、うん、10個交換もしくはログインボーナスで、うん、22個ですね。12個ドロップのアカウントになります。はい、じゃあ行きましょう。うん、39回の5回ですね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと欲しいねこれね。年末ニャンボー来るかな。長花、さあ行きましょう。行け、頼む。金は2個、頼むぜ。なんかカッパばっかり、なんか最近赤が調子悪いな。さあ行きましょう。止まれよ、ポン、友人様、止まって、お願い。じゃあやるせなさじゃなくて、なんだっけ、血祭りだ。ということで3番目のアカウントはこんな感じでした。しょうがない、
かな。難しいもんですね。23日までこの追加がねやってますね。はい、長い長い1、2、3連休のね期間って感じですかね。はいはい、というわけでね、金は結構出たんだけどね、今回もダメでした。当初の予定通りね、このメインアカウントにも、あ、今メインアカウント戻ってきたんですけど、このメインアカウントはね、この40のノアをねショート校なんで交換しないでいこうかなと思います。3番目のアカウントはね、40超えた瞬間に行きたいと思います。そしてまあ今ね読み出やすいので6、7、8、9、10とやっていきたいなと、もうエクスカリバーだけでねやりたいなと思います。ちょっと困ったね中特攻だから、まあいわゆるいつもと一緒だよね。エクスカリバー中特攻なんで、あの前なんかの時にね、この配布特攻だけで9までね倒したことがあるので、今回まで、今回ちょっとその時はね、この特攻は SS だけど、エクスカリバー Z ランクなんでね、レベル60の中特攻ならね、あの配布の SS の中特攻よりはいいと思うので、以前それで9までね、クリアしたことがあるので、まあ、ちょっとそれに期待して頑張りたいなと思います。ノアがちょっと小特攻なんでね、残念なんですが、まあ、26個あるんで6、7、8、9、10をねどういう配分でいけるのかちょっとまだ火力も分かってないんですけど、はい、もうやっていくしかないということで、まあ、次にね3番目のアカウントはね、ノアをゲットしてちょっとその力を検証したいなと思っております。はい、じゃあ今回はこんな感じでした。本当に私ね今回ガシャ残念なんですが、一応本番はね、このメンバーで頑張りたいなと思ってます。勇ましいメンバーだね。一応今回相手が特に種族がないので、種族は何でもいいのかなっていう感じかな。ただまあね、一応種族バキバキで、次にねガシャは連休明けなんだけど、次の24日はなんだろうね、復刻がもしかしたら、まあもともと今もね復刻にはなってるんだけど、復刻、まあ復刻もなってるね、重心玉もあるし、復刻妖怪超アップかね次は。わかんないけど、今回ノストラダマスとかが出ちゃったけどね、 0.375% がね、ちょっとやっぱキャラが多すぎて、特攻が当たりづらい、当たりづらいって言っちゃった、当たりづらいね。なのでなんかこの旧キャラはなんか特攻まで、あ、特攻じゃない、復刻までねちょっと温存してほしかったですね。なんかちょっと旧キャラが多すぎて新キャラがねゲットしづらい状況になってますね。はい、そこがちょっと今回残念だなと思います。アリスとかシャーロック・ホームズよりもミーラーボールやアーサーがとか覚醒マナがね、あとガブリエルも来たかな、あとジバニャも来たなっていう感じで、なんか他のね、あの第1弾第2弾の妖怪が多すぎて、ちょっとって感じがしますけどね。はい、まあしょうがない、これで頑張っていきましょうね。だって特攻 SS の特攻だってホームズとかでもね、中特攻だからな、だから SS でもアリスでも当たってくれたら嬉しいけど、ジバニャンとかな、その辺が来ちゃうんだよな。まあしょうがないかな。はい、じゃあすいません、今回こんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、道のりは険しいな、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。